どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク神の不公平の A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。神の不公平を見たっていうなかなか有名なシーン、俺の中ではお気に入りで結構有名なシーンなんですけど、学生時代の二刀幸村の有馬さんですね、連れて行きます。で、こちら熟練度が全然上げれてないんですけど、一応ね、こいつ多分スペシャルさんっていう扱いなんですよ。なんで上げるとね、エフェクトとかつくと思うんですけど、はい、上げれてないですね。なかなか促進剤が足りなくて。で、有馬統一パーティーしようと思ったんですけど、俺ね、誕生日有馬持ってないんだよね。そういえば、今思えば。誕生日有馬が右下に来て、左下になんかもう一人有馬欲しいんですけど、まだ6体実装されていないぞということで、この4体でね、行こうかなと思います。では、行きましょう。お、いいね。圧巻だね。もう最初から覚醒していこうか。余裕だと思うんで、正直。特攻もついてるし。お前が初めてだ。中心、真ん中のね、この二刀有馬さんでいきたいと思います。メインでね。弱い。ちょっと待って。ブレイクはできる。スキルを貯めていきたいね。で、この、スペシャルのこの、鳴神有馬さんも熟練度ゼロですね。上げれてないです。引くだけ引いたんですけど、この鳴神を打つ時のさ、シコン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 っていう音がさ、めっちゃ好きなんですよね。シコン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 これマジで好きなんだけどこのうかくのクイン系っていいよね。なんかね、この後を特等だっけ、名前があるうろ覚えなんだけど、後を解くと、オールにそこでやられちゃうんですけど、この人とね、大柴隊長かなんか、夏クラッカーの相手してたやつ、エロギターないボディしやがってみたいな、セリフがすごい被ってない。いちいち笑っちゃうんだよな。いいや、そんなことはどうでもいいんだ。これあれか、そういや、覚醒モードあったな、こいつ。いけ、幸村の間。ボイスないのか。おい、ボイスないのかよボイスないのかい。じゃあとりあえず有馬さんのスキル打ってきて、どれだけ入るんだろうな。物体窮地削りないけど、こいつバフかかってるからね。一応お前が初めてだ。多分かかってないっけ。うわ、めっちゃ削れんじゃん。マジかよ思った以上に削れた。特攻かかってるからな。駆逐完了。はい、なんか全然二刀幸村の二刀有馬さん活躍させようと思ったんですけど、まさかのアタックポイントが6しかないっていう。いつかね、ジャックのイベント復活して、こいつまた強くなって再登場みたいな感じで、いつもの決まり文句みたいな感じでガシャがね復刻してほしいんですけど、もうめちゃくちゃ強くしてほしいです。二刀有馬さんに関してはするとすればね、復活するとすれば。はい、というわけでお疲れ様でした。今回は神の不公平の A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。